この試合序盤はこういい形、スピードのある動きだったんですが、ブルガッタが持たせなくなりましたかね。はい、安野選手もちょっと動けなくなったですね。そうですね、はい、しっかりとブルガッタに外口を抑えられました。はい、持って、大内狩り、はい、効果です。効果取りました。大内狩りで効果を取りました。やっぱりでも持ったらすぐ行きます ね、はい、すね、いいところを持ったらすぐ安野をかけていきます。大内狩りで効果を取りました。技でポイントを取った安野、ここから寝技に、寝技ですね、あの袖口を引っ張ってひっくり返そうとしてるんですけども、ブルガッタもしっかり守ってますね、はい、残り17秒になりました。ポイントでリードしています安野範子、効果相当2つリードしています。残り時間がなくなってきました。さあ最後慎重に、そうですね、しっかり袖口を押さえておけば大丈夫かと思います。敗者復活戦の最終戦、ここを勝って3位決定戦に進みたい安野。試合が終了しました。最初イタリアのブルガッタに指導が与えられました。そして後半には安野が大内狩りで、そうですね、大内狩りで、はい、効果を取って加えまして、はい、ポイントリードで安野がこの敗者復活戦の最終戦を勝利しました。3位決定戦に進出です。